さやかー、さやかごめんね、あの後ろは荷物が。おかえり。みんなといると大きい声で呼ばないで、うん、シートベルトして。ぐらいあるんじゃないかな、梅雨が。お父さん、髪切ろうか。切ろうかな。ゴリにしよう。久しぶりだな、このお父さん仕事終わるのと一緒にちょっと帰れるんでしょ。テストは無理して喋んないで。
そんな 無理をしてるつもりはないんだけど。別に全部普通にうまくいってるから。うん。天のあのね、あのたけしさんがやってる番組であれ見たぞ。こういう雨が降ってる時、横っちょの水たまりを車が走ってるの、バーッと。そこにあのアメリカ人のあの外国人の人が札を立てて立ってるの、そこの横っちょに。プリーズ、プリーズウォーターってこうかけてくれるんですよ。ビシャーっとこう言ったら引っかかるんですよ。なんか パパが出してる。気まずい空気。気まずいか。なんかその別に普通でよくない。そうか、普通だぞ。普通じゃないじゃん。なんかなんか気使いすぎじゃない。うん、なんか別にそんな私が喋りたくない時だってあるから。別に喋んなかったら喋んなかったで、喋んない空気を受け入れてそのままアクセル踏み続ければいいのに。ね、そういうつもりはないんだけど。実際する話する話全部興味ないから、それは無視するけど。このたい焼き美味しいな。ねえ、それいい。ねえ、いい、知ってる。そこのたい焼きは美味しいことじゃない。っていうか別にな、え、何、初めましてじゃないじゃん。な、他人行儀なの感じがムカつく。そっちから気まずい感じ出してんのがムカつく。しちゃえばいいんだよ、さっきのだって。別に気遣いすぎだよ、パパ。
ょっと困ってるよね。うん、マック食うか。母さんに内緒で。マクドナルドってちゃんと言えば。マックって言うんだろ。マックって言うよ。でもマックっていうことは知ってるけど、マクドナルドって言ってたじゃんいつも。マジで唇に合ってないよ、パパの唇にマックが。合わせなくていいから別にいいじゃん、それで。おじさんはおじさんでいればいいじゃん。これ昔言ったぞ、ここ。なんねえ、もう、知ってるよ、別に。私もそれはこっちで勝手に思うよ、言われなくても。覚えてるか？覚えてる。あ、そう。パパ、その翌日腹壊してたじゃん。あ、そう。よく覚えてる。小学校。生焼けで調子こいて食うから。それもなんか、美味しかった。これで食べたら、おい、うまいんだよっていうのを見せつけたいがために半生で食べたからじゃん、レバーを。美味しかった。美味しくてもダサかったじゃん、翌日。はい、馬ダサかったじゃん。何？マクドナルド、いいマックは。母さんでしょ。思ったよ。別にいいよ、その秘密の共有で仲良くなろうとする感じもいらない。すり寄ってこないで、こびないで。別にこびてこなくてもパパはパパだから、別に。ん、なんだ、止まってるか。めっちゃうゆかりさんちな。見えてないか。マックは。行く。私の分だけね。父さんも食べたいの。ダメ。どうしてそんな意地悪するんだよ。食べたいよ、せっかくなの。久しぶりだ。腐んないんだよな。え？腐んないんだって。マックドは腐らないんだよ。腐る。保存料って入ってる。ねえ、空気なくすんだけど。うん、美味しいだろ。たまーにはいいんだよ。たまーには
こう悪いものを取り入れなきゃな。ドラマもそうだろ、悪いやつがいるから面白くなる、悪役がいるから面白くなる。マクドもそうだよ、悪いのがいるから美味しくなる。保存料悪役は、混んでるの。ビッグマックにしようか。父さんは安かった、150円ぐらいでビッグマック。もう何回も聞いたぜ。危ない、これ。これこれ。変じゃない、これ。もう長い、今伸ばしてるんだけど、ちょっと毛量がずっと昔から多くて、部下の高橋くんに言われた、ちょっと大変です。そうか、普通じゃないか。低気圧は治った。まだダメか。梅雨の時期は来る。河川にいたな。母さんもいつも言ってた。付き合ってる子、まだ生まれる前に。ずーっと。いいね、もういい。たまにさ。ねえ、そういう話いい。あとなんか、うん、体の心配しないで。なんかもういい、もうフィラフィッシュ、これここにも、ここか、あれどうなの、ちょっと久しぶりに来たから、どう言ってるのか、あれこれ2個あるぞ、ドライブスルー、あれ左の、ど、な、うん、これどっち、こっち、いや行けない方は行けないから、パパは甘いのダメだから。甘いのダメ。パンもダメ。パンダメって。マクドで、そんなパンがダメって。マックか、マクドナルドでいいんじゃない。マックドってずっと言ってるけど。あ、そう、これ今、順番待ってるのかな。順番待ってるじゃん。順番待ってる。これ今喋ってるのかな、前の人。ミス頼める、そうか、そんな気まずい、人見知りだな、父さん。いや、そうじゃなくて、全部目に入ったもん口にしなきゃダメ。その前の人待ってるのかなとか、喋ってるのかなとか。これ進んだ、進んだよ。うん、父さん、あ、こっちもこっち、ここでいいかな、これで開けてみましょう。あ、何食べる？食べる。あ、マックシェイクの、ストロベリー。それは私。ストロ
それ S。S を、2つ。ねえ、甘いの。SSS です。S を2つです。S を、はい、2つと、あと、あの、チーズバーガーありますか、まだ。はい、あります。あ、じゃあ、チーズバーガーを1つ。はい。え、以上で。これ、こういうこと間違いないですか。 あ、これ、はい、大丈夫です。はい、500円です。一番奥の丸です。お願いします。500円だ、500円。ちょっと、父さんの財布から出してくれ。できた、できた。すごい、ご確認。ああ、こんな最新な。会計をこっちだ。あれ閉まってるぞ。どこだろう。会計がどこだ。前じゃん。ここかな。前じゃん。ここ開いてないじゃん。閉まってるの。でもあっち商品。ねえもうさ。お会計口と商品お渡し口がどういうか。大体わかるじゃん。そう。取ってないの、アストさんさんだから。キモ。チーズバーガー半分こしようか。ね、それ私食べるから。食べる？チーズバーガー私の、マックシェイクも私の。そんな食べる？全部食べちゃう。父さんなくなっちゃう。忙しいんだ。ドライブするで雨っていうの。忙しい人がこう。なんで、でも父さん絶対に嫌だな。マクドナルドが晩ご飯中は絶対嫌だ。雨が入ってきちゃう。ちょっとまだ閉めてていいかな。ごめんね。よしよし。緊張です。進んでるね、これ。なんかディズニーランドを思い出すね、こういうディズニーランドでしょ。すいません、これ窓開けてみてください。こんにちは。はい、すいません。ポイントカード持ってるか。ポイントカード持ってる、うん、ないです。すいません。こんなにレジの中が見えちゃってるんだよ。レジの後ろ側が見えちゃってるけど。レジが分からない。200円のお菓子です。お願いします。こちらの方がチーズバーガー。あげる。これで今死ぬことも知らなかったです。頑張りますね。お願いします。はい、持って。サヤカ持って。はい。危ない。マックシェイクが入ってる。どっからまたドライブする人ってあれだから出れるかな。なんで全部喋んの。聞こえんじゃん。雨が入ってきちゃう。当然マックシェイク。なんかダメだって甘いな。マックシェイク。なんでなんで。糖尿病じゃないんだから。いらない。あれ、いいんですか。すいません。ありがとうございます。さっきねやってあげたから。ちょっとシェイクちょうだい。それね、家帰ってからでいいんじゃない。うん、家帰ってからでいいじゃん。飲みたいよ父さん。喉乾いちゃった。喉乾いてたらマックシェイクじゃないの。知ってるみたい。あ、そう。コーラか。もう二つも、え、マックシェイク二つも飲んで、
チーズバーガー、父さんのチーズバーガーも食べちゃう。みんな。着きますよ。マックシェイクちょうだい。だから家着いてからでいいじゃん。もう着くじゃん。そんなケン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 。ケン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 するじゃん。どうしてそんな。喋んなきゃいけないね。喋らなきゃいけない、ね、で別にさ、喋んないなら喋んないでいいじゃんって言ってんじゃん。だからなんでそんな無理やり喋りたいの。ごめんごめん。いけるかな、いけるかな、大丈夫かな。これ行っちゃって、あ、どうぞ。いい、ここまで来たら行ったらいいじゃん。どうぞ。行きづらいじゃん。すいません。あ、いやいや、あ、斉藤さんちだ。斉藤さんちだ。おい、父ちゃん。母さんバレちゃうの。うん、学食の違う。どうしたの。初めて作った学校で。父さん好きなアンパン。父の日。おいしいなぁ。さやか、おいしい。